はい、やっていきましょう、はい、やっていきましょう、中野荒垣の人生思考囲い。はい、今日も頑張るぞい頑張るぞい、司会は壇上飯7巻買ったまま放置してたのは最近ちょいちょい読み始めた荒垣と、お部屋に電気ケトルを買ったらめちゃくちゃコーヒーを飲みまくっている中野が、じゃあやっていきますか。はい、やっていきましょう、はい、いや、やっぱりさ、電気ケトルってさ、すごい便利じゃない？便利だね。めちゃめちゃ便利だよ、本当に、うん、火事の心配ないし、うん、うん、そう、荒垣さんにはね、電気ケトル買う、どの電気ケトルがおすすめとかありますかみたいな話をして、うん、その話してたんだけど、その、うん、そもそもね、俺は今までお湯を、なんだ、部屋から出て廊下を渡って台所兼居間みたいな場所に行って、うんうん、でみんなで共用のそのあれがあったんだよね、魔法瓶がね、電気ポットというか、はいはい、でかいのがね、うんうん、それを使ってたんだけど、みんなで共用だからね、お湯がある時とない時があるんですよね。使い切っちゃってる、ね、そうそう、使い切っちゃってる時とかね、うん、俺が一押しするとブシュ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 みたいな感じで音立てて終わったんだがみたいな時があって、はい、でそういうのはね、続くとやっぱりみんな空になるとお湯を追加しなきゃいけないっていう、うん、言い逃れできないあれがあるんだけど、あと一押し残しておくことによって、うん、俺の番では終わらなかったし気づかなかったよ、へへみたいな感じのね、不良してんじゃねえのか、うん、この家族は、この家族どもはみたいな気持ちになってすげえね、怒っちゃったんですよ俺は。あ、怒っちゃったって、怒っちゃった。それは目の前でお前らーって感じで、まあお前らーって感じもないけど、こうやって一押ししてなくなると、うん、またなくなったじゃんって言って、俺もう今日昼間2回ぐらい入れたよ、みんな入れてるみたいなことをね、俺が言ったりするから、るね、でもそんなこと言いたくないじゃん、うん、言われたくもないと思うし、だから、ね、電気ケトル俺が買えば、うん、解決するなって思って買ったんだよね、うんうん、解決してよかったです、ね、うん、うん、よかったよかったよかった、うん、中野さんと家族のさ、対決がさ、あるからね。対決物語、ちょいちょい聞こえてくるからさ。ちょいちょいあるから。うん、そう。今回もあったんだなって思って。今回もありました。うん、戦いたくて戦ってるわけじゃないのでね、やっぱり争いの種はなくしていこうということでね。まあ、そうだね。うんうん、そうだね、うん。じゃあやっていきましょうか。はい、じゃあお便りを読もうかな。はい。お便りですね。お便りが一つ来ているので、はい、人志向ネーム別冊さんから。はい。ありがとうございます。以前はお便りを読んでくださりありがとうございました、はい、ふと思ったのですが、この番組では公開収録などは行わないのでしょうか。毎回結構な回数、再生されていますし、100回記念の生放送でもそれなりの人数が参加していました。コミティアなどのイベントの後にやればかなりの人数が聞きに来るように思いますし、意外なゲストにも飛び入り参加していただけるかもしれません、企画などもツイッターで募集すれば宣伝にもなると思います。ぶっちゃけ私の勝手な妄想なのですが、うん、こういうイベントがあればなぁと期待を抱いているリスナーがいることを頭の片隅に置いていただければ幸いです。それではこれからもラジオ楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。これ中野さんどうですか。いや、公開収録はねしないですね。俺もね、実はね、公開収録全然興味ない。公開収録って、うん、生放送じゃないでしょ。だって公開収録っていわゆるなんかどっかスタジオとかなんかカラオケルームとかは知らないけど、なんかどっか現実のスペースを借りて、そうだね、現実の人を集めて、そこで俺たちが喋るってことでしょ。なんかこれコミティアスペースでやったらめちゃめちゃ迷惑マンだしね。まあ、コミティアスペースでやるのはありえないしさ。ありえないし、ね、コミティアの後の打ち上げとかで、なんかファミレスとか、うん、わかんない、どっかスペース借りてやるとか、まあ、できないわけじゃないと思うけど、うん、そうだね、そんなにやりたい気持ちないかな。うん、あと意外なゲスト、俺たちが意外なゲスト来られるとどうしていいか分かんないからね。そうだね、意外なゲストに飛び入り参加してほしい欲求もそんなにないね、うん、そうだね、そう、うん、意外なゲスト、なんか中曽根元総理がそれはちょっと言い過ぎだけどさ、うん、まあ何でもいいけどさ、誰でもいいけど、そうそうそう、うん、まあ意外ってことはやっぱりびっくりしちゃうからさ、うん、そうだね、うん、だいたいそのさ、人志向に来てもらってる人は俺たちが選んで呼んでますからね、普通に。そうそう、普段から仲いい人じゃないとね、うん、やっぱり。そう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 、メロン先生とか、うん、市原さんとかね来てくれたりするけど、うん、やっぱ普段からね仲いいから向こうも来やすいんだと思うし、うん、俺たちも喋れるってところがあるので、まああと、うん、まあその30分ぐらいのラジオでさ、まあ、探りを入れなきゃいけなくなったりしてさ、うん、そうだね、ま、うん、俺たちってそんなにさ、コミュニケーションが得意な方ではないからさ、うん、うん、だからまあちょっと難しいかなっていう感じがします。まだちょっと早いね、我々には、うんうん、新宿ロフトでトークイベントとかまだ早いね、うん、ちょっと早いには、うん、ただ新宿のトークイベントとかですら、うん、多分普通にゲストは打ち合わせとかするからね。そうそうそう
うん、先にね、うん、そう飛び入りとかはちょっと難しいかなって気がする。そう、俺たちが別になんだろう、顔を隠してるとかじゃないんですよ。コミキャンに来れば俺たち普通にいるし、うん、うん、だからお話できるしね、お話できる、会いに来れるアイドル、アイドルじゃないか、そうそうそうてかあの実際今回 2,3 人会いに来てくれた人いるんですよ、ね、コミキャンでね、いつも聞いてますってことでね、そうそうそう、お便りでも読んだけど、お話したりして、うんうん、したりして、うん、そうだからまあそういうね期待をしてくださっているということは、うん、頭の片隅に確かに置きました、うんうん、俺の頭の片隅に置きました、うん、そういうことでね、うん、そんな感じかな、そうですね、うん、ツイッターでこれ宣伝になるの話でさ、うん、ツイッターってこれさどれぐらいあれなのかな、そのんなんか集客にさ関係しているのかなっていうか、それはどういうこと、このラジオの視聴者数を増やすのにツイッターがどの程度、そうそうそう、今俺たち普通にツイッターアカウントがあるじゃないですか、その人志子のアカウントが、うん、あるね、うん、そうそうそう、でそれの周辺の人たちが、まあ、フォローしてくれたり RT してくれたり、そうだね、まあ、そのハッシュタグを使ってね人志子って語ってくれて、多分それで聞いてくれる人も結構なんか増えてんなっていうのもなんとなく手応えも感じてて、ね、うん、これ以上になんかアピールすることってあるかな、まあ、そもそも荒脇くんと中野くんそれぞれの個人アカウントで人志子をリツイートしてないっていう問題があって、うん、それを、そうだね、それがある、うん、それが俺たちの、まあ、シャイで奥ゆかしさ、ね、奥ゆかしさなんだよね、うん、そうそうそう、あんまり宣伝にその重きを置いてないというか、そうそうそう、うん、宣伝って恥ずかしいしみたいな、そうそうそう、ただ人が聞いてくれる人が増えてることは嬉しいと思ってます、そうそう、嬉しいと思うし、う皆さんがツイッターで語ってくれてるのはめちゃめちゃ嬉しいし、全部読んでいる感じですね、だから余計なことすんな広めんなとか全然思ってないです、思ってない、うん、それは思ってない、うんうん、ただ我々はシャイなので自分でリツイートができないってだけの話で、そう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 、1年に1回ぐらいはリツイートしていいかなって瞬間があるんだけど、ね、うん、あるあるある、うん、なんか特殊なことをしたり、したり、うん、もしくは自分が今すぐ聞いてほしいみたいな、なんか、うん、あと 2,3 日で少年ハリウッドの劇場版が終わってしまうからみたいなとか、うんうんうん、それをなんか広めるためにちょっとこのラジオを使ったからみんな聞いてるみたいな時はアーティストかもしれない、そう、うん、そう、あと俺はねなんか、まあ、まあいいや、いや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 、まあいいや、いいですいいです。何何？闇が、いや闇じゃないけど、うん、いいや、話がずれすぎるから、あなるほどね、はいはいはい、また別の機会に喋ります。はい、うん、ということでとりあえずこれでお便りがね、喋りお便りのストックが今ないのでこれで、はい、我々のフリートークってことでね今回は、で何の話をしようかなって思ったんだけど、ね、昨日か一昨日ぐらいに荒垣さんとの通話でね喋った。奇談百景っていうホラー、あ、そうですね、そうそうそう、ホラーオムニバス映画みたいなものがあって、うん、いろんな監督がその持ち寄ってみたいな、そうそうそう、それが Amazon プライムでね、うん、見れるんですよ。で、うんうん、原作は小野冬美さんっていうホラー作家の四季とか残影とか、 とか書いてる方でね、うんうん、奇談百景っていう小説があって、それの、そう、実録系のね、そうだね、実は怪談系の怪談なんだけど、うん、それのオムニバス映画化、うん、映画化、うん、そうそう、うん、っていう感じのやつをね、そうそうそう、うん、それをね見て、俺が怖い映画が見たいって話をして、ね、ホラーが好きなので、うんうん、それで見て、そうそうそう、で荒垣さんもそれ見てるみたいだから、その話をちょっとしようかなというね。俺結構そのホラー映画、日本のホラー映画が好きで、うん、日本のホラー映画の話ができるっていうの結構嬉しいので、うん、なんか中野さんが興味を持ってくれて、俺も見てたってやつっていうやつはぜひぜひ見てみてって感じでね。黒沢清のね、うん、話とかもたまにしたけどね、前。たまにしたけど、うんうん。クリーピーの話とかもしたけどね、確かに。そうだね、うんうん。うん。まあ、俺はね、結構、奇談百景、うん、そんな悪くないというか、うん、俺結構好き。なるほど。あれです、ね。奇談百景はさ、うん、オムニバスっていうだけあって、10分、うん、10分の作品が10分。10分かける10、10本ぐらい？だよね。だいたいそんな感じのイメージだよね、多分。うん。うん、何本あったんじゃない、ちょっとメモりながら、作品はタイトルメモったんだけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9、あ、やっぱでも10本あるわ。10本ある、うん、うん。はいはい、10本ね、うん。で、監督も違うんですよ。うん、そうそうそう。監督が 5,6 人いた？ 5,6 人くらいいたと思うけど。まあそうだね、1人2本とか1本とか。1本の人もいたし、2本の人もいたから。うん、そう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 。まあ大体ね、こういうオムニバス系の新耳袋とかもそういう感じだよね。そうだね。うん。うん、まあまあ、良かったかな。俺は
奇談百景は結構好きって感じで、うん、そのこれがもうめちゃくちゃ良くてみたいな感じの作品っていうやつではないんだけど、うん、まあそのイブシリンだねとかそういう感じで、うん、好きなものが多いんだけど、うんうんうん、奇談百景見てて思ったのはさ、これって完全にその小野冬美さんの実話系のさ、うん、人に聞いた物語を百物語形式で集めていくっていう感じのやつなんだけど、うん、まあ、現代の百物語みたいな感じのやつね、うん、なんだけど、これ完全にあんま飛び道具的なそのめちゃめちゃすごい幽霊がいてみたいな感じの話ではなくて、うん、あの人に聞いた話だから、ある程度実話っぽい話がめちゃめちゃ多いんだよね。うん、そうだね。リアリティのラインはね、そうそうそう、ある程度実話っぽいみたいな、ね。そう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 。だから、かなりその、まあ、俗に言う小中理論とか言ったり、うん、心霊実話テストって言われたりするやつの、うんうん、まあ、ド直球のやつがすごい多いんだよね。その本当になんか木をてら、うんうん、木をてらってない作品、うん、日本のホラーっていうか、その、和物のその実話テストのホラーが多くて、うん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 、そのさっき言った小中理論っていうのは、うん、あの幽霊を撮るときにどうすれば怖いかっていうなんか一連の技術体系なんです。それ小中理論っていうの。小中千秋っていう脚本家がいて、うん、その人が考えた提唱した理論ってことなんだ。ホラー映画とか、うん、あとアニメ、うん、あのビッグオーとか、うん、レインとか、うん、はいはい、シリアルエクスペリメンツ、うん、レインとかの脚本家がいて、うん、それがあの一連のこういう風に映画だと撮った方が怖いうん、あの理論があって、そのライトを下から当てないとか、はいはいはい、なんかあのちょっと90年よりちょっと前にもうちょっと80年ぐらいの時に、うん、幽霊を下からね青いライトで照らしたりして、うんうんうん、幽霊っぽくしたりとか、うんうん、なんかそういうようなあの因縁話にあんまりしないようにするとか、うんうん、なんかここで自殺したあれがいてみたいなことをあんまり言わないとか、うん、なんかそういうオチとかをあんまりがっつりつけないとか、あとそのライトを当てないとか、うん、あのカメラのど真ん中に立てないで、うん、ちょっと外したところに立たせるとか、ちょっとピンとぼかして、そうそうそう、ぼかすとか、うん、そういう感じのいろいろな体型みたいのがあって、うん、それがあの本当に基礎の基礎になって今のまあリングとかね、あの本当にあった怖い話とか、うん、そういう、なんだ、女優霊とか、はいはいはい、そういうのの元になった。でもリングや女優霊まで遡るんだったら、うん、マジで J ホラーの初期って感じの俺の中ではイメージなんだけど、その頃からもう、うん、その小中理論っていうのは提唱されてたんだ。うん、もう、そうです。随分前の話なんだね、うん、じゃあ。かなり前の話なの、うん。これを基本にみんなやってた。じゃあもう随分更新されてないというか。あ、そうなんです。その話をしたかったの。うん、あのね、かなりかっちりしてて、うん、これを全部守ったらある程度怖いみたいなのやつが取れるようになっちゃってんだよね、うん、だからみんなそこに閉塞感を感じて、うん、逆になんかねそれをぶっ壊すような感じの技術とかをねいろいろ磨いてったりしてね、いろいろな人が増えてったと思うんだけど、うん、呪音だとか、そうだよね、呪音とかやっぱりガンガン映しちゃうっていうさ、そうそう、そうそう、うん、白石監督とかね、そのそうだね、呪いとかあの怖すぎの白石監督とか、うん、まあいろんな人がなんかそのあの掟破りみたいなことして、ね、新たな可能性をあれしてたって感じなんだけど、やっぱそうやって掟破りをして幽霊を完全に移しちゃうぞってなってくと、うん、やっぱりどんどんクリーチャーっぽかったり、うん、ギャグっぽかったりみたいな方向になってくっていうのの今、うん、その延長線上に多分今の貞子っていうかさ、貞子シリーズがもう貞子がアイコンというか愛嬌のあるキャラクターみたいになっちゃってるよね、もう最近の貞子って。まあそうだね、なんかそうだね、うん、あのだいたいあの貞子 VS かや子とかも、うん、さっき言ってた白石監督がね、そうだね、その掟破りの白石がね、うん、その撮ってたりしてそういうのがかなりそれあの加速してった感じ、それがスタンダードになったとはまだ言えないのかな、うん、でもかなりそういうはっきり映しちゃって半分ギャグにもなりかけてるような撮り方っていうものが、うん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 、まあ、 あのそこら辺はもう完全にあのもう技術とかその教養みたいなところを超えたところだから、もう個人の裁量になってると思うから、うん、あのそこら辺はまだ全然理論化されてはいないと思うんだけど、まあ、っていうかそういうね理論があって、うん、でまあなんかそればっかりになった時期もあったんだよね、2000年初頭ぐらいまでになって、うん、でまあなんかいろいろとそういうのが
あの試行錯誤あったんだけど、まあ、今回の奇談百景はかなりそれに近いというか、うん、近い作品が多かったなという、ね、奇談百景ってそんなに昔の作品じゃないもんね。だってこれ映像作品として、そう、うん、奇談百景で、まあ、これってさ、うん、そのやっぱりあの本当にあった話を小野冬美が聞いたやつをね、あの小説家というか、まあなんか、うん、うん、なんか映画化、うん、したっていう体のやつだから、うん、やっぱりその地味にね撮っていく感じの作品なんだよね。うん、でまあそのね、俺その地味さが懐かしいと思ってね、結構気に入っちゃったりしたんだけど。なるほどね、うん、スタンダードだなって感じというか、ね、そう、うんうん、こういうあの本当に実話のやつだったら、あのあんまり木を照らない方がいいというか、本当に地味に撮ってった方があの怖くなるだろうなと思ってったんだけど。ああ、なるほどね。でもね、やっぱり奇談百景の中ではね、ちょっとね、あの主人公っていうか、まあ、その事件にあった人のキャラクターをめちゃめちゃ強めたり、フィクション性を強めたりしてる人とかも結構いて。そうだね、うん、うん、この撮り方は奇談百景にはあんまり良くないんじゃないかなっていう感じね。実話っぽくないなってこと。そう、うん、なんかすげえキャラ立ってしてるとか、う、ね、うんうん、なんかすごい劇っぽい、うん、あの生の喋りじゃないっぽい、うん、あのあったね、主人公とかも何個かあったりして、うん、その時は結構冷めるなとか、うん、結構なんかあの企画の趣旨理解してねえんじゃねえかみたいなね、うん、感じをちょっと感じたのがあったかなって思った。結構色とりどりな感じしたよね、うん、だから見てて、その、うんうんうん、監督によって演出が変わってるってことがすげえわかるっていうか、だからね、最後にねあったねやつ、話としては面白かったんだけどさ、最後のやつなんだっけ、密閉ですか。そう、密閉です。密閉は白石監督だけどね。そうまあだからね、お前だよなって感じなんだけど、白石監督あれさ、絶対アレンジ入ってるっていうかさ、最後にさ、うん、だってあの男がさ、うん、トランクケースの中に入っちゃってさ、うん、で地獄に落ちろって言ってさ、女がそれを捨てるっていうさ、うん、それ実話だったらさ、実話ってその手紙の内容だったら犯罪者だからさ、うん、そう絶対そんなこと手紙に書いてないんだよね、うん、その。そう、うん、だからさ、あまりにもさ漫画っぽすぎるって思ってさ、そうおい白石って感じがね、うん、ちょっとねあったんだけど、うん、まああれはあれでね、その奇談百景だと思わなければ面白い話だなと思ったんだけど、うん、実話怪談っていうねルールの中じゃちょっとね、うん、そうやりすぎてるなっていうか、うん、実話っぽさが吹っ飛んでるかみたいな、ね、うん、そう完全になんかもうホラーアクションって感じのね、うん、ホラーコメディーだよなこれ、あって、ね、うん、撮っちゃったけど、なんか例えばどれが好きだとかありました。俺はね、一緒に見ていたっていうのと赤い女っていうのが俺は好きで、あと泥棒っていうのも好きだった。この3つが好きだったかな。泥棒どんな話ですか。泥棒はね、あの近所に住んでる奥さんがお腹が大きくなって、で妊婦さんなのかなってことを言ってね、子だくさんのうちなんだけど、うんうんうん、だけどあのおめでたですかみたいな。あれ泥棒でしたっけ。あれ泥棒ですね、タイトルは。で、まあおめでたですかって聞くと、いやでも単に太っただけなんですよって言って、うん、でもあの太り方は絶対妊娠してるよねみたいなこと言って、うん、そしたらある日あのそのうちにそのまあ主人公は高校生なんだけど、回覧板をそこに持ってったら、なんか子供がね、子だくさんの人だから子供が遊んでて、でそこでなんだ、自分はまあ、この溝にね、流されて、捨てられちゃったんだってことをね、その子が言っていて、で、捨てられたのは赤ん坊なの、それとも君なのみたいなこと聞くんだけど、その子はちょっと黙っちゃうみたいな感じで、で、まあ、その泥棒ってタイトルは、その男の子が、その、お腹の中から泥棒されて、捨てられちゃったみたいなことをね、言っているっていう、その一言からタイトルが入ってるんだけど。なるほどね。その話が、俺は結構、なんだろう、まあ、最終的に、本当に、その奥さんが、まあ、堕胎手術かなんかしたりとかだとかで、うん、赤ん坊を、その、排水路にね、流したのかどうかとかまでは分からないんだけど、当然。うんうん、でも、その主人公の女子高生は、それからちょっと溝見るときに、そういうことを思い出しちゃうようになったんだよね、うん、みたいな感じのオチなんだけど、うんうん、結構、俺はね、好きな雰囲気がずっとあったなって感じがあって、うん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 、よかったんだよね。なんか、木の実とかをね、踏み潰すようなカットがたくさん入ってたりとか、うん、なんかね、まあ食事シーンがね、結構気持ち悪い感じに、そうだね、あえてね、路脈的に撮ってたりとか、なんか、うんうんうん、そういう演出もいい感じだなって思ってね、なんか、うんうんうん、全体的に雰囲気で見せてるって感じが俺は好きだった、ね。そうだね。泥棒は。う
あと一緒に見ていたっていうのは、あの学校で先生が、うん、事務員の女の先生と、そうそう、これ一緒に見ていたね、僕もね結構好き、うんうん、上から数えた方がいいぐらい好き、うん、不倫して、ね、そのね、不倫したけどその男の教師がもう知らんぷりしてたら、それを、まあ、女子高生が自殺しちゃうんだよね。あれ女子高生じゃなくて多分事務員だと思うけどね。事務員か、うん、女子の事務員、女子高生だよ。え、事務員じゃないの？女子高生、女子高生なの？うん、じゃない、え、事務員断言するじゃないですか。事務員だと思うよ。事務員、そっか、うん、俺さっき見たからね、うん、だって多分事務員だ、そっかそっか、うん、だと思うよ、うん、が首吊って自殺しちゃって、そうだね、うん、まあその事務員のね幽霊にちょっと付きまとわれちゃうっていう、うん、その死体を見つけて、みんなで、ね、わあ首吊ってるやん、死んでるやん、ちょっと警察呼びなきゃダメだよって言って、うん、先生ちょっと、うん、ここでちょっと見ておいてくださいみたいな感じで一人取り残されて、うん、その先生が実はそのね死んじゃった人と不倫をしてたみたいな感じで恨まれて、うん、の警察が来るまでのちょっと10分間、うん、20分間みたいな話なんだけど、うんうんうん、それもよかった。それねやっぱね実体があるのがよかったね。そのあの、うん、窓からその先生が外見ると首吊ったね死体になっているはずの、うん、その女の人が、ね、女の人がグラウンドに突っ立ってこっち見てるんですよね、うん、そしてそこの部活をやってる女子高生がねそのね、うん、幽霊っぽい女にぶつかるんだよね。そう、激突し、うん、あすいませんみたいな感じのことになって、うん、余計に混乱が増すみたいな感じで、うん、そう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 、うんうん、それが良かった、ね、うんうん、そう、それもいいところなんだけど、うん、やっぱね俺ラストシーンがねすごいいいなって思ってて、ラストシーンがあのすごい付きまとってきて、うんうんうん、ふざけんなお前なんで一回やっただけじゃねえかね、ちょっと逆恨みだろそんなのって感じになった後に、あの気づいたらあの外に行ったやつがあの後ろに自分の後ろに行ったっていうことに気づいて、ね、うん、で肩に手を回してきて、うん、その肩をねやめろって感じでね肩をバッて払うんですけど、 その後払った瞬間またバーってやってきて、うん、やめろってもう一回払って、そう、それを繰り返しながら去ってくるみたいな、そうそうそう、あの主人公がタフなのもいいんだよな、うん、そう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 、そうなんだよね、うん、であの本当にいいのがその後に当たり前だけど、うん、その10分間の間だから人が来るんだよ ね、 ね、先生準備できましたみたいな感じで、うんうんうん、そしたら、ああ、分かった分かった、行くって言うんだけど、うん、あの、女の子の肩に手を掴むのは全然止まってなくて、うん、あの、払いながらあの、そのままね、先生がね、フェードアウトしていくってやつなんだけど、うん、そう、やっぱりね、そう、誰が来ようが、なんかその霊現象みたいなのは、その映画みたいにスイッチして終わるものではなくて、うん、ずっと地続きに続いていくっていうのがね、うんうん、あって、その辺のね、嫌なリアリティがね、あ、俺はすごい好きだった。なるほどね。そう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 、終わってねーみたいな感じ、うん、うん、だいたいここで終わってあの経験は何だったのでしょうか、 かみたいな感じで終わったりするんだけど、うん、ずーっと続いてんだよね、うん、そうだね、嫌だなーってことが現実で続きながら、うん、あの現実が続きながら幽霊の霊障も続いてるみたいな感じ、ね、うん、そこら辺のねあの描写が本当にクール、うん、これはかなりねいい作品だなっていうか撮り方がうまいって感じでした。うん、うん、これはやっぱ実体があるのと主人公がタフなのが俺はすごい好きでしたね、うんうん、それは、うんうん、あとそうだね、その監督と同じ監督が撮ってたんだけど、うん、スタッフロール見てたら赤い女っていうのも俺好きで、うん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 、赤い女もいいね、うん、あれはもう幽霊っていうか謎の怪異みたいな感じの実体を伴った幽霊系なんだけど、うん、これもなんか口だけ女的なね、うん、なんかそういう都市伝説系だね、そう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 、どっちかっていうと幽霊、うん、あのね都市伝説、赤い女っていう都市伝説があって、うん、で赤い女が現れるよっていう話を聞いたら、うん、話を聞いた人のところに赤い女が出てくる。そう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 。でそれを話した人があの解放されるみたいな感じのチェーンメールみたいなね。そう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 。あのなすりつけ合いのね。そう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 。だから主人公の女の子はなすりつけられちゃってるから、うん、で学校でもう話すなすりつけ相手がいなくなっちゃったんだよね。みんなあの話聞いたら、うん、自分のところに赤い女が来るって分かってるから、うん、誰も話聞いてくれなくなっちゃったから、うん、やむを得ず転校して新たな高校に来て何も知らない新たな友達に話して移したっていうような話の短編なんだけど、うんうん、で実際に赤い女がね襲いかかってくるっていう。でこの赤い女が幽霊とかじゃなくて結構ギリギリのラインなんだよね、うん、マジでその本当にギリギリというか、うん、あの見ようによってはあの霊現象みたいにも見えるんだけど、うん、普通に目の前でね何人かいる中で現れて髪の毛掴んでくるとかそういう感じで、そう髪の毛掴んで引きずり回してくるっていう、なんかそういう感じの、そうそうそう、うん、でそのずーっとブツブツ喋ってるんだけど、うん、それがなんかそのあの統合失調症みたいなんだよね本当に、うん、
なんで私の話すんだみたいな感じで怒るっていう話をしてて、お前ら何のつもりなんだって感じで、怒ってるような、怯えてるようなね、結構本当にギリギリのラインの人で、あの、なんで現れるんだって言ったら、それはもう超常現象としか言いようがないんだけど、これ本当にあの実在する統合失調症の人みたいにも見えて、そうだね、そういうところの恐怖みたいなものを引っ張ってきてるよね。そうそうそう、だからなんかね、加害者兼被害者みたいな感じの赤い女のキャラ立てもめちゃめちゃいいし、そう、でもやっぱ赤い女はね、あの、同時刻にね、別の場所に存在するんだよ、複数。そうそうそう、そういうところもだからあって、こいつ人間じゃないのかって感じもあるんだけど、あとめちゃくちゃね、走ってきて、なんかいきなり階段ダダダダダダって走ってきて、目の前でね、ジョロロゴロロって床を転がって体勢を戻して、こっちにまた襲いかかってくるみたいなね、なんか。そうそうそう、だからその、あのスタイリッシュじゃないんだよね、本当に。そう、ドタバタバタ、ゴタゴタゴタって感じで転がってまたね、こっちに来るみたいな。本当に狂ってる人みたいな動きをするし、狂ってる人みたいなことを言ってんだけど、でも明らかにワープしてるようなとか、そう、超常現象的な動きをしてるっていうね、結構その実在感、生身を持ったような感じのね、嫌さみたいなの。そう、しかも最終的になすりつけたからセーフかなって思ったら、その、女の子も襲われるんだよね。それでなんで、私、ちゃんと他の人に喋ったじゃんって言いながら、髪の毛引っ張られて引きずられるっていうオチっていう。マジでなんでだよって感じで、そういう理不尽さも面白いんだよね。全部面白い。これは本当にね、この監督はね、やりますねって感じですね。よかった。あとは、なんだろう。だから、俺、この監督で言うんだったら、この監督が一番いいかなって思ったんですよ。一緒に見ていたと赤い女を撮った人だからね。そうだね。まあ、あと、なんかやっぱ、冴えてるってわけじゃないけど、基本に忠実でいいなってものは、あの、つけてくるとか。ああ。つけてくるってどうなんだっけ？つけてくるは、あの、ずーっとぼーっと立ってるようなとこだなって思ったら、基本に忠実だよね。いや、めちゃくちゃ忠実。そう。いいって思ってね、こういうのたまに見たいんだよなって感じでね、本当に嬉しくなっちゃうほど基本に忠実な、その心理実話テストの取り方でね、あのぼーっと立っている、そのカメラとかのライトがかかってないところにぼーっと立ってるっていうと、あのすごいね、あのカメラのね主役じゃないから、イコールその今このなんか現実にいる人じゃないみたいな感じの撮り方をするのが、まあ基本の撮り方なんだけど、ずーっとね、その作業着で立ってる男っつうのがそんな感じで人間なのか人間じゃないのかみたいなのがね、結構ギリギリの感じで撮ってんのがね、やっぱクールだなって感じですね。そうだね。これがね、あの首を吊った男がずーっとその呪いみたいにその見ちゃった女の子に、そう、どん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 目の前に現れてきて、ノイローゼ寸前だよみたいな感じの、ただそれだけの話なんだけど、そう、まあこの本当に何かあるわけでもないんだけど、そう、ただこれの嫌な話の肝っていうのは、やっぱり女子高生が帰り道にその公園に突っ立ってる男の人いて、なんであの人傘もさずに突っ立ってんだろうな、変だなって思ってたら、実はそれは首を吊った状態で、プラプラもう死んでいる状態だったみたいなことが分かって、でも、首吊ってたにしてはね、こっちを若干振り向いてきたようなこともあったから、なんか本当に不気味だなって思ってたら、やっぱり幽霊になってくっついてきちゃったみたいなね、ノイローゼに住んでに追い込まれるみたいな話でさ、俺昔ね、心霊本かネットかで読んだその怖い話で、やっぱ似たようなシチュエーションのがあって、その、それはね、あの主人公が男で、向かいのうちの滝からなんか、まあちょっと離れた場所の窓、うちの窓にずっと女の人がいつもいるみたいな。で、こっちちょっと見て、ニコって笑ってるみたいなね。なんかそういうので、で、いつもあの目があって、なんか綺麗な人だなみたいなこと思ってて、なんか、まあ、付き合えるんかなみたいな、そういうね、あの妄想みたいなことも考えてたら、実は死んでたみたいな、首吊りの人だったみたいなお家の話でさ。なんかやっぱ、その、生きてると思って、しかも、こっちが勝手に若干恋焦がれてたみたいな相手が、実はとっくに死んでいたみたいな、そのギャップ、うわぁ、嫌だって思ってさ、なんか、これもやっぱだから、生きてるかどうか、わかんない
なんだろう、あの人、なんであのとこ突っ立ってんだろうって思ったら、実は死んでたっていう、なんか知らず知らずのうちにめっちゃ忌まわしいものを俺さっき見てたんだみそうだよ、見てたんだなっていう。嫌さがある。だからこれ、思い出が改ざんされるようなね。そうそう。だから、例えばこれ、ペットとかでも嫌だよね。あの猫ちゃんいるじゃんって思ってさ、ねうん、猫ちゃんって言ったら、猫ちゃんの顔面がなかったみたいな、もうとっくに死んでたみたいな、ね、死体だったみたいなのを見つけて、うん、わーみたいなとか、そういう嫌さに多分近いっていうか。そうだね。うん、これね、あと、他の、まあ、あの、最近ツイッターで話題になってたのが、あの続きをしようっていうのが話題になってたりしましたよね。これね、あの、話的には、悪くないよ。かなり、そう、悪くない、クールだなと思うんだけど、これは最後ね、プロットというか見せ方とか構成はかなりいいんだよね。いい。これね、最後ね、もうちょっとね、あの、ピント、ぼやかしてもよかったんじゃないかなって思ったね、最後。最後に現れる怪異が。そう。何かとは言わないけど、最後にもうちょっとぼやかした方が、あの、取ろうとしすぎちゃってんなという感じがあってね。そこはちょっと残念だなって思った。俺はね、この続きをしようは全体的にかなりグーワっぽいっていうか、なんか、ぼんやりしたね、嫌な話、そういういい雰囲気のあるプロットだなって思ったから、最後とかね、もっとね、どうなったかわからないみたいな、突き放しでね、終わってくれた方が俺は、嬉しかったなって思ったんだよね。その、まあね、まあ、そういういろいろあってさ、最後に、一人残ったその子供が、あの、なんだ、再会してさ、その子供たちと。で、そう、しばらく話、もうその後しばらく話しませんでした、みたいな話で終わるじゃん。その一言のせいで俺ね、結構、つまらんって感じっていうか。まあ、それはわかるわかる。あのね、あの、サービス精神がね、恨めってんだよね。これ、結構ね、もっと引いちゃってもよかったのになっていう感じがすごいするやつだなって思った。あれもう撮り方も映像もいいんだけど、サービス精神ありすぎんな、この辺な、この辺なとかね、いろいろ思っちゃうところがあってね、そこはちょっとね、あれかなって思った。これやっぱ機内百景っていう原作付きの百物語なんですよっていうことを主張するための演出として、やっぱりあの読者からこんな手紙が届いたっていうモノローグは一番最初に絶対入るし、その後、まあ N さんは何々でこんたらかんたらでみたいなちょっとしたあらすじみたいなものとか、まあそのラストにちょっとしたオチみたいなモノローグも入るんだけど、これそんなにねモノローグたくさんいらない方が俺は好きだって思ってて。そうだね。その、夢十夜とかさ、やっぱり、あの、こんな夢を見たから始まって、みたいなのってあるじゃん。それと同じように、その、読者からこんな手紙が届いたはありだと思うんだけど、それだけでいいなって思っちゃった。なんかね、後のモノログはね、なくてもわかるんだよね。つか見てれば。そうだね。ちゃんと撮ってくれてるから。そうだね。なくてもわかるから喋んないでいいのになって思っちゃった。やっぱいいなって思ったところはさ、その結構明確な回にさ最後の一人は会うんだけど、その後にあのでも次の日普通に投稿してんだよね。そうそうそう。だからなんかあのまあその回となんかあったんやろうけど、なんかあったけどまあ帰ってこれるぐらいには無事だったみたいな感じの話だから。そう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 。ところとかも結構クールだなって思ったりするんだけど、そうそうそう。いい感じの実話っぽさでそうまとめてんなって感じで。でもあそこでさ何が起こったのか分かんないのも怖いじゃん。なんかだからそ、あそこで、しばらく口を聞きませんでしただと、しばらく口聞かなかった程度の話だったんかいって感じに俺結構なっちゃう感じがして、例えばあそこ何にも言わずにさちょっと、気まずそうな感じで顔合わせてさ、そのまま歩いて去っていくとかだとさ、なんだろう、もっとね何があったんだろう感が強まったと思うし、そうだね、不気味な感じでね、終わる感じで俺は良かったんじゃないでしょうかって気がね。そうですね。でもね、やっぱあの、全体的にね、良かった。良かったよ。まあなんか、今話したやつは、大体いい話だったなって思う。まあ他のね、あと黒い男とかも、まあまあ、影男は音とかシチュエーションが結構怖いよね。バーンそう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 ってガラスをね、叩いてくる。そう。そういうこと、それぐらいのさ、嫌なことってさ、
想像できるんだよね、めっちゃできるしさ、うん、もしかしたらあるかもしれないみたいな。そうだね、うん、あったりするから。やっぱ幽霊だったんか、うん、マジで編集者というか泥棒だったんか分からんみたいなね、うん、レベルの話でもあるし、鍵を。そうそうそう、うん、そういうのがねやっぱいっぱいあってさ、うん、あの結構ギリギリな感じのやつが多かったのがいいなと思った、うん、そうだね、うん、やっぱりね俺はあの白石くんのやつは、最後の白石くんの密閉はちょっとやりすぎだなって思ったのと、あとね、どこの子っていうやつがあるんだけど、あれもね、ギャグになってたよ ね、ギャグになってたでしょ、あれ。うん、あのね、なんか、キャラ立てすぎでしょ。あまりにね、そう、キャラを立てすぎてて、うん、これは良くないっていう感じがね、うん、した。うん。あの、普通になんかさ、なんか、あの、同僚の人がさ、去ってったりするところでさ、うん、めちゃめちゃ漫画のキャラっぽくさ、うん、悪態をついたりしててさ、うん、この人この悪態聞かれたらどうするんだろうみたいな感じでさ、うん、なんかリアリティのある人間に見えねえなっていうところとかね、うん、そういうのがかなりあの鼻についてしまうなって感じして、うん、俺その前にやってた秋チャンネルっていう、うん、あのラジオのねチャンネルに合わせて話を聞くってやつもなんか変な演出だなって思ったし、うん、そうだね、うん、画面の作りもなんかすげえ CG みたいになって、なんか仮面ライダーシーンみたいな感じになっちゃうからさ、うん、びっくりしちゃったんだけど。そうだね、うん。あのね、その、アキチャンネルと、あの、なんだ、どこどこ、どこの子は、俺は、良くないと思った。うん、ちょっと、うん、ちょっと違ったかなって感じでした、ね、うんうん。ちょっと違うかなって思った。うんうん、他はね、大体、うん、全部、そこそこいい、うん、そうだね、まあ10分だしね、うん、そうそうそ う、なんか10分で軽い嫌な感じとか軽いホラーをつまむかって感じだと十分楽しかったよね、うんうん、そう基本に忠実なのが多かったのがやっぱり嬉しいと思う、うんうん、あの確かに基本があの蔓延しすぎててあの最終的にちょっとどん詰まりになっちゃったっていうような話はしたけど、うん、あのとはいえねあのそういうのも見たくないわけではないので、うん、うん、こういうのがたまに入ってくれたら嬉しいんだけどなって思いながらね、あ見てた。なるほどね。うんうん、最近感じかな。うん。奇談百景くん。そうだね。ホラーなんかありますか？荒脇さんの最近見たホラー一押しとかなんか。いろいろ見たけど、あのあれかな。そんなにその。あげたりするような感じのやつはないかなって感じかな。うん、なるほど、うんうん。うん。そうそうそう。あの、いろいろ見てはいる。うん、なるほど。うん、ただやっぱり、これは素晴らしいですよ、みたいなのは、そんなにまだ最近は。そうだね。うん、うんうん、なるほど、うん。やっぱりその、ホラーってさ、どこまで行っても自分の好みに合うか合わないかとかさ、そうだね。そう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 。うん、俺はそうでもなかったよ、になっちゃいがちな話だからさ、ギャグ漫画みたいなのと変わんないからさ、やっぱりその。うん、自分の感性に合うか合わないかそうだ、ね、すごい強いから、うんうん、それはそう思うわ、うんうん、結局んとこ俺は笑えたよと俺は怖くなかったよみたいなさ話になっちゃうからさ、うんうん、本当にさ拙い演出でもさめちゃめちゃ怖いっていうこととかあったりするんだよね自分のトラウマにさ、ねうん、めちゃめちゃ刺激が来ちゃって、うん、例えばこのロケ地めちゃくちゃ俺の実家に似てるんだが、うん、とかね、うん、そう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 昔あのいた家の引き戸にすげえ似ててめちゃくちゃ嫌なんだかとか、うん、そういうのとかね、ね極論言えばね、まあ、そういうことがあるからね極論言うとそういう感じになっちゃったりすることもあるから、うんうん、まあね怖くないって言いや怖くない怖いって言いや怖くみたいな感じのね、うん、そうだねやつだな、うんうん、俺はねうん、あれだな前城大太郎の深夜百太郎っていうホラーの百物語と、うんあと、お茶だけになって感じがしますね。舞城くん。そうだね、深夜百太郎ってね。うんあとは、なんだっけな、なんてタイトルだかちょっと忘れちゃったんだけど、京極夏彦の、うん書いてる短編でね、なんか名談っていうなんか短編集があるんだけど、遊談とか名談とかっていう、ねうんうんうん、名談だっけかな、中に入ってた、なんかね、うん、学校の帰り道に嫌なやつが後ろついてくるっていう話の短編があって、それがね、うん、すごい良かったよ。
嫌な感覚だけをね、ひたすら描写していくって感じでね、うん、すごい良かったんだよね。なんか、そいつがなん、その怪異の正体が何なのかってことは、うん、結構もうどっちらけになって、その、うんうん、その話もさっき言った百太郎もね、結構幻想文学っぽいところがあって、うん、読み心地としてね。だから全然実話怪談っぽくないんですよ。そういう意味で。うん、あの、なんかもう虚実が入り混じったり、うんうん、時空がねじ曲がったり、なんか、そういう感じのね、話なんだけど、どっちも。うん、そういうホラーが俺割と好きなんだなって思ったよ。特に文章で読む分にはね、うんうんうん。最近のホラーの好みはそうです。うんうんうん。まあそうだね。まあホラーって結構やっぱり文章とね、あの相性がいいからさ、うん、やっぱりなんか怖いの見たいなって思ったりすると、最近は俺映像よりも文章とかの方に移行するかなって感じになった、うんうん、そんな感じですか。そんな感じですかね、うんうん、他にもね、あのホラー映画みたいなのね、一緒に見てたまに語ったりしたいなって。そうだね、語ってて思いました、うん、そうだね、うんうん、ホラー見てね、うん、まあ最近ここ嫌だなとか、ね、あのヘレディタリー継承をね、俺まだ見てないんで、うん、あ、俺は見ました。結構評判がいいから、まあそうだね、うん、まあ見るかなと思ってるぐらい、うん、うんうん、なんだっけ、あのあともう一個 Amazon プライムで見るさ、なんだっけ、ディレクタリーみたいなのできたな、ヘレディタリーじゃなくて、ヘレディタリーじゃなくて、なんだっけな、なんかね、あったんだけど、前編後編みたいな感じのね、ホラーがあったんだけど、それね、インシディアスだ。インシディアス。インシディアスね。はい、インシディアス、前編見始めたんだけど、買ったるって思って突然やめちゃったんだよね。なんか。うん、もうちょっと見れば面白かったのか、うん。これか、インシディアス。キャビンが見えますね、今。キャビン、そんな怖くない、うん、ジェーン・ドゥの解剖も見たけど、そんな怖くなくて、うん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 。なんか、もっと怖いのが俺は見てえぞ。っていう気持ちがありますわ。貞子 VS 解剖もただで見れますね。貞子は面白かったけどね、うん、だからなんかさっきから貞子見たい、見たらいいよねとかさ、ロフト見たらいいよねとかさ、うん、完全にこれもうあのバトルホラーお前バトルホラーが好きなだけだろって感じ、ね、うん、まあね、そういういろいろ俺も見てないホラー名作がいっぱいあるからさ、うん、海外のものとかもあんまり俺詳しくないから、うん、なんかね、おすすめあったら教えてくださいって感じ、ね、そうだね、おすすめあったらぜひね、うん、教えてくださいということで、じゃあ、うん、こんなもんにしときますか。しときましょう。はい、うん、じゃあお疲れ様です。また。はい、お疲れ様です。はい。